社長、はい、今回の動画は GU×Beautiful People のコラボ商品のレビューですね。縫製目線とか工賃目線とか素材からの原価計算とかざっくりとしたところのお伝えでいいんだよね。ユニクロとか GU さんが有名ブランドとやっぱコラボするっていう、ある意味そこも価値だと思うんですよね。高級ブランドのロゴを安く切れちゃうっていう価値があるんですよ、あれは。あー、言い換えればね、確かに君頭いいな。例えばユニクロで言ったら JW アンダーソンっていうロゴいっぱい入っちゃってると、それで切れちゃうと、そういう3万とか4万するやつを何千円で切れちゃうと、10分の1ですよね。そうなるとなんで切れちゃうのかというところがあるね。前もユニクロで言ったんですけど、もうブランディングを落としまくってんじゃないかと。落としまくってる気がしますよね。甘いね、お互いが。だってルイ・ヴィトンがユニクロとコラボしない理由は、もう絶対ブランディング落ちるからと思うんですよ。これね、そこまでいっちゃうとって話、そのレベルまでいっちゃうとやらない方がいいと。ちょっとプレミアムラインぐらいだというブランドさんはやってもよろしいというところが僕の解釈でございます。なぜかと、これちょっと本編の話だよね、はい、という感じでね、まあいつも通り構成は行って帰ってきて、まあレビューして、ということで行ってきます。はい、行ってきます。社長、はい、ということで今回は GU×Beautiful People コラボ。さあ、これ面白かったよ。すっごいワクワクしちゃった今回何買ったんですか？スラックス、ジャケット、あとタートネック。もうね、冒頭で言っちゃいますけど、買いです。素晴らしいです。ユニクロの JW アンダーソン見させていただきました。クオリティがごめんなさい、全然違います。GU と言ってちょっとワンランク下なんじゃないと思ってました僕。あ、まあ全然上ですよこれ。びっくりしましたよ。僕たち縫製工場、職人の目線から見て、工賃とかの兼ね合いとか見て、もう価格見てびっくりするこれじゃありえないと思います。どうやったらこの魔法で価格が決まってるんで、わかんないと思います。まずこのカバーオール、一工夫あるどころの問題じゃないんです。これパッと見のデザインもめちゃくちゃいいですしね。僕袖口見るんですよ。先に言っちゃいますけど、安物ジャケットってここが開いてる風なんですよ。開いちゃう、これね、一手間あるんです。しかもそこめくれますもんね、ちゃんと。うん、まずこうなってるのが大事。あ、ちょっと高いポイントで、デザイン性があるじゃないですか。そうですね。ここ閉めたらさ、なんでこれジャケットにならないみたいな、なんかちょっとおかしいっすね。なんかここおかしいみたいな。でここ開けるとテーラーズジャケットみたいになると。これなんでこういう仕様かっていうのは、ここにねステッチ入れるんですよ、ジャケットって。あ、こんなとこに入ってますね。うん、高級品はこのステッチは入れないけどね、このあたりはちょっと下げてきてるから、ステッチを入れてここ止める、うん、でなんでここ止めるかっていうと、取るよここが。僕たち縫うときこうやって縫ってここ止める、これがしてあるからこうやって切るんだねってのは分かった。ここにもステッチ入ってるけどね、こうめくれるようにステッチ入ってるんです。じゃあこういき方だなと。カバーオールみたいなテーラーズジャケット、わー凝ってるなと思いました。これでさ、ユニクロじゃこういうことちょっとなかったからさ。でポケットもアウトポケットなんだけど3つついてる、はい、さらに内側に1つついてる。時間かかりますよ、時間かかる。これ GU にしたら生地いいなと思ったんですよ。ユニクロのちょっとワンランク下なんでしょうと思ってたから。これポリエステル66、レーヨン33、ポリウレタン1。これレーヨンっていうのが入ってるのがミソで、しっとりとした毛触り、うん、これレーヨンの仕業なんです。ここによって高級感を持たせてる、いいスーツ感出すみたいな、うん、これちょっとこだわってるなと思った。このブランドのマインドの部分、ここから感じましたよ。なんかちょっと嬉しかったもんねあそこのこの区間だけちょっと違うぞってのが分かったんですよ。前回さ、ユニクロさん行った時に店舗にかかってた JW アンダーソン、あれわずかなラックしかなかったじゃないですか。で見た商品ってさ、あれユニクロと大した差ないなと思ったんですよ。もうこれ別格でした。まず目についたのこのパンツでした。僕この仕様を見た瞬間に思いましたよ。ああ勝てねえと。いくらですか？4990円です。上下で1万円くらい。でも GU さんじゃこれは当たり前だよねの価格ですよね。見たらちょっと高いかなぐらい思うかもしれない。え、でも上下1枚揃うんじゃ安い方ありがとうございますだった気しますよ。これは安いよね。これ安いと思います。これコスパ良すぎるんだよこれ。もう普通にちゃんとしっかりした服装で出かけるんだったらこれで全然いいですもん。まあ、いいよね。ちょっと話の腰を折るんじゃない。はい、もうこれ闇どころかいいところ暴いてますこれね、仕様がまずねやばい。え、僕らもパンツって結構作ったことあるんですよ。こうやってオーダーを受けてね、手を抜いてない。ちょっとステッチが荒いとかそういうことある、うん、あるけども、仕様の部分で手を抜いてない。おー、びっくりしたんですよこれ。あれユニクロのあのパンツより良かったじゃん全然質が違うじゃんまず僕ら見るのはこの中、ファスナーもしっかりしてる。ユニクロの前回のパンツよりすげえいいんですよ。あ、ちょっとこだわってんねって感じました。その上でここもロック一発勝負じゃない、ちゃんと巻いて作ってる。この天狗別布でちゃんと巻いてある。びっくりしたのはね、この中、この前の動画で割ってあるのはちょっと高級品だよって言ったじゃないですか、センター。あ、そうですね、ユニクロさんで言いました。安物の方はもう肩倒ししちゃう。こういうの僕ら縫製業界では今そういうこともないのかもしれない。さらに割ってロックミシンだけじゃなくてパイピングまで入っちゃってる。これは高いポイントなんですよ。これ素人じゃ分かんないですよ。分かんないでしょ。僕らこれやったら本格仕様ですやんってなるの。これ GU でやるんですかってなったんですよ。手間かかるやつじゃん。これ全部入っちゃってるもん、パイピング。おいおいおいと。これいくらで発注出すのか分からんけど。だってこれ5000円？4990円。これじゃあ抑えるところってのは産地しかないよね。産地とか、まあ生地とかそっちらへんですよね、うん、生地はね、わりかしいいの使ってる、はい、まあちょっとコストが高いわ。もうそれはもう触ってみて分かる。産地中国、あれちょっとベトナムとかミャンマーとかカンボジアより平均の賃金が高いところ
でも中国って言ってもまあ広いからね、お安いところもあるでしょう、うん、まあ、そこで作ってこの質だで、さらにここにアジャスターまでついてる。これ難しいんですか？一手間あるんよ。さらにこのポケットだ、これも切りポケットって言うんだけど、で2つ縁があるでしょ、両玉縁っていうんだよ。両玉縁はちょっと手間かかるんだよ。ワンランクちょっと上な感じ、そここだわりかなり感じてる俺。このビューティフルピーポーに関してはね、スピリッツをすごく感じるわけですよよくやってる細かいこういうギミックがね、見たら僕たちも分かるわけですよ。あ、細かいとこ攻めてきたねーと、ワクワクしちゃうよ。こうなってくるとデザイナーズブランドもさ、そうですね、ブランドのままでは高いの。はい、ビューティフルピーポーだと。でそれをさ、まあ、低価格帯で出すっていうことなんだけど、スピリッツも失ってない、そのクオリティのまま。それは多分生地とか産地とか、うん、そういうところで価格をガツッと落としてるんだけども、こういうのが私たちのブランドですよっていうのはしっかり伝わってくる。 JW アンダーソンさんの場合だとちょっとデザインだけっぽかったようにも見えるんですよね、まあ一番ね、ごまかせるっていうか、ごまかせるこっちの場合は質もかなりいいと。質もいいし、一つずつのギミックがちょっとこう、確かにね、こういうアジャスターの銀の部分とか安っぽいですよ。それは値段相応かもしれない。ただね、ここでつけるだとか、はい、両玉縁にするだとか、うん、中はパイピングにするだとか、このあたりはこだわり感じますよ。ビシビシ来てるよな、今回初めてじゃないですか、こんだけ言うの。うん、もうね、 GU をちょっと安いお店だと思ってたから、もうぶちのめされましたよ。コラボ商品だとはいえ、ちょっとやりすぎなんじゃないかみたいな。そんなにお客さんもさ、これに群がってなかったよね。そうですね。おい、ちょっと待ってと、そうじゃないそうじゃない、これ見てと、こことここになってる私たちがもしこれ作るとしたら1本8000円以上するから日本で作るとね、1本8000円以上するのを4990円で売っちゃってるぞとちょっと待ってと言いたかった。上下スーツみたいなの着てたカップルに言いたかったよ。ただの縫製オタクって思われますよ通りするんじゃないか、まずこれ見てくれといいかも素晴らしかったですよ。僕の趣味だけどこれかっこいいなと思って。俺もこれは好きですね。結構これ万人受けするデザインだと思いますよ。でもこれどこで値段を落としてるか分かんないくらいいい商品ですね。これはね、正直そんな出ないよ利益が。相当さ、中国でも本当に低賃金でやってくださるところじゃないと利益出ない。じゃあ何で利益取るのかと。なんで利益取るかって言ったら、これは宣伝広告費なんですよ。前の動画でも言ったかもしれませんが、このブランドを広めるためにユニクロさんとコラボをする。今までは何万円っていう服ですから、何十万円もするかもしれません。その服ですから、その客層しかいないわけですよ。それを何千円のところに知っていただく、うん、そのためにユニクロさんちょっとコラボしませんかと、私たちも何万円の人たちに知っていただきたいからコラボしませんかと、お互いウィンウィンになれたって言ってコラボになってる。GU ユニクロさんえぐいと。お互い利益がなくたって宣伝にはなるってこと。宣伝広告費として考えたら、これはトントンでも美味しいよと、次回につながるからねと、うん、だって宣伝になるからね。宣伝になったらお客さんがオンラインで買われる、はい、これを買わないかもしれないけど普通のものが売れていくって状態、そのためにやるのよ。だからこれいいんだよね。おー、これからずっとやっていくと思うけどね。これはでかいですね。結構これはね、買いの商品。これはもう GU さんそんなに利益がないと。特にパンツはね、今回このポスターの組み合わせ買ってるんですよね。タートルネックです。これデザイン俺好きですけどね。うん、わかりますわかります。見てください、これはマジすごいなと思いました。これ2990円ですよ。安いっすよ。一番いいのはね、柄揃ってるでしょ。まあそれはそうっすよね。今この番組見てる方、ボーダー着てる方いらっしゃれば脇見てみてください。揃ってます？揃ってない人多いんじゃないですか。揃ってない人多いですか、これ。そうなんだよ、この柄合わせっていうのが一番手間なわけ。見てこれ、別の生地をまたつけてるんだ。本当だ。その時に一個一個手作業ですよ。生地は機械で作るかもしれない、でも縫うのは手なんですよ。いつだって人の手なんです、うん、まあ一部ねホールガーメントといって無縫製で機械でポンと自動販売機みたいに出てくるのもありますけど、これは手でやってます。その上で柄を全部合わせてきてるんですよ。これかなり高難易度だと。いや面倒なんですよこれ僕らね受注を受ける時にね、柄合わせでお願いしますって言うと一番嫌なんですよ。それでこの値段で上げてきたってもうびっくり。本当かいと、いくらニットといえどそれやっちゃうのと。こちらも中国製でございます。今回中国製多いですね。多いですね。高いのに。だからこのねブランドさん、もしかしたら中国を指名したのに、この工場がいいと、この工場だったら私たちのしっかりとした企業マインド伝えられるんじゃないかと、そういうのは伝わってきたんだよ。こちら利益取れるんですか？だこれ利益薄いよ。え？じゃあもうお金取ろうとしないですね、ここで。そうなんだよ。そこがまた気持ちいい部分であるよね。多分宣伝広告費っていうのに全振りしたんだろう。全振りしてますね。まあ買ってくれてもそんなにって感じ。まあ買い手からしたら最高っすね。ユニクロさんの今コラボを見た後ですから、より思いましたよ。こりゃやべえ、すげえと。ただね、スウェットだったでしょ。今回買ってないけど、あれ買わなくていいと思いますこの不白のでこの、そうですね、タートルネック、これは本当にゴリゴリしてます。この3点セット安い。これをじゃあ国内で柄合わせしたこのニットを作ったら、コーチンですよ。これやっぱり3000、4000普通に売ってますから。そうですね。本当は持っていきます、ロットが大きければちょっと単価が安くなるんであれですけど、500ロットでどうなんだと。もう4000円以上いくかな。それも2990円のすごいねってところですか。ちゃんとこれやってる。安いからって言ってこの柄が合わせないっていうところあると思うんです。
ちゃんと合わせてるのも素晴らしいと思います。これはね、セルロースとポリエステルナイロン、生地的にはね、高い生地、そんなすごい高い生地ではない。でも触っていくと分かるんですけど、全体的にしっとりとした肌触り、このセルロースを入れてることによってちょっと肌触り良くなるんですよ。全体的にしっとりさせてるっていうのがブランドの多分見てほしいところなんですね。その上でしっかりとした作り、これをやってるよっていうのは、これは本当にね、このブランドは好きになりますよ。僕どんなブランドか全然知りませんでしたけど。僕も知らないです。行ってみて、同じブランドをやってるものとしてはね、服から感じるものがあるってことなんですよ。これ感じないブランドもたくさんあるんですよ。あ、そうなんですか。ここやっちゃってんねとか、あ、ここ手抜いてんねって結構あるんですよ。この値段で手を抜いてない高級な生地を買うわけではないけども、そこそこいいものを使って手触りがよく見えるように混合させて、綺麗に仕立てて、構成の方も比較的綺麗だと。その部分で本当にもうあっぱれでございました。いやすげえ楽しかったです。今回面白かったですよ。結構面白かった。もうワクワクしちゃったもう国内で作ったらやっぱ相当高い値段になると思います。もう売り値以上になってしまうので、やっぱりね、途上国で作るとかね、人件費安いところで大手で大量に作ることによって成り立ってる値段だなって、そんな感じがしました。こうやってね、ブランドってものは価値をつけていったり、またね、お互いが共存をし合って広めていったっていうのが今回の自由でよく分かりましたと。またこんな感じでこの中身のもの知りたいなって思ったらですね、またコメントもいただいて、こんなこと知りたいみたいなコメントをねいただいたりしてお届けできればと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。はい、お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。